おはようございます。ピンチがチャンスの JJ チャンネルです。ベッドルームから失礼します。今朝ですわ。えー、思いついたらこうやって朝とか夜とか上げていこうかなと思ってます。えー、寝る時のもマスクして帽子して寝てるんかってそんなわけないでしょう。ガーシーが逮捕されるっていうね、動画上げましたけれども、この間ガーシーの自宅に家宅捜査が入りましたよね。あれでピンと来たんですよ。 あの僕の信頼も、ですね実はマネロンで海外でインターポールに逮捕されたんですよ、あのインターポールは逮捕せえへんとか言うてるバカなやついてますけども、もインターポール逮捕しますからね、実際にね、それとですね、なんでそう思ったかというとね、あの僕、ずっと海外長いじゃないですか、そしたらですね、海外で日本からお金を送金したり、日本にお金を送ったりとかやり取りするときって、ものすごいややこしいんですよ。 まあ手数料もそうだし、時間もかかるし、お金を送ったりもらったりするときにですね、インボイスってのが必要なんですよ。このお金なんですかっていうやり取りが必要なんですね。それが認められて法律内でも送金をやっていくって形ですから、おそらくガーシーはそういう手続きを踏んでやり取りしている以外にですね、僕らがやってたように、外外住んでる日本人でほとんどやってますよ、これね。そんな使わんとね、スワップやったり、 えー、それとかアンダー送金やるところがいっぱいあるんで、そういうことを、ね、動画で焼いたり、みんなしてるんですよ。で、それって、まあ、あのー、マネロンやってるっていうね、ことにはなれへんけど、マネロンって言ったらマネロンなんですよ。だから、警察はそれ、手っ取り早いですよね、僕の間、言うたに別件逮捕されるっていうような形でね、なんか別件で、ね、なんかそこ、貧困がね、あのー、悪いから言うてすぐ逮捕されますからね、アラブの場合はね、女のことイチャイチャされるだけで逮捕される国やからね。 そしたらマネロンやったら逮捕しやすいですよね、別件でね。だからその中でチャブかなと思いますで。アラブっていうね、あの国であのビザをね、永住ビザを取ったって未だに言うてる人がいてるけどね、あの前回の動画で話したように、あのドバイっていうのは最高10名なんですよ。まず永住権ってないんですよ。で、永住権を取るには結婚しても取られへんし、 でももしも10年の一番長いビザを取ろうもんたこの間言うたように、ものと金かかるんですよ、6000万の以上持ってるとか、不動産買うたとかね、年収はね、2000万以上ないとあかんとか、向こうで会社持ってるとか、何年滞在してるとかね、いろんなややこしを取って初めて、それで10年ですわ、だから僕、ガーが持ってるビザって3年とか長くて5年やと思いますよ。 うん、で海外のパスポートは移動するのに必要やからね、もう旅券も執行するから持ってると思うけどね、まあ、海外のパスポートを取得するのはさ、難しくないですから、金井さんあればすぐ取れる国要求あるっていうのは、前にも話したでしょ。だからほんで、ガーシーは多分ねね、マネロもね、別件逮捕されますわ、そんなあれじゃないですか、あのー、近々じゃないですか、そんなに時間がかからへんと思うよ。うん ただ王様に囲われてるんやったらまず逮捕はされません。で、なんで王族がそんなにすごいか言うたらね、言うたらアラブの王族っていうのは、ですねもう企業勢からですねずーっと戦ってきて、その戦いに勝って勝って勝って勝,って勝ちまくって、そして権力をも取ったのが王族やから、それが続いてるんですよ、そして王室へと変わっていったんですよねもととは武力かボス強かったいうことですよね。 で、まあ、その中でですね、あの、王族が、まあ、言うたら、議員かって一応選挙みたいなのあるけど、日本と違って40人しかいてへんからね、全部これ王族の人ですわ、弁護士もこの人たちが酔ってたかって法律作ってるわけやから、この人に逆らったらまず生きていけないんですよ。だから王族に囲われてるかどうかっていうことやけど、この間言うたようにね、もしあれやったらごっつい人紹介するよっていうのは僕言いましたよね。それは、あの、囲ってくれるかどうか分かれへんよ。でもこの人に連絡取ってみ、っていうことは言えるわね。 まあすごいよ、僕がドバイ行った時でもね、僕、王様の家も行ったけどね、まず空港でびっくりしましたわ、まずイミグレーションでパスポートの印鑑を押してる人の月収なんぼかわかるかって聞かれた時にね、わかれへんからなんぼって聞いたら、初任給で150万から200万ですって、あんな、みんなもお笑いのよう仕事してますわ、ポンポン印鑑を押すだけでね。で税金ないでしょう、所得税も法人税もないし、贈与税もないからお金持ってる人ってどんどん雪だるま式に増えていくような国ですわ。 ほんまにねで16歳になったら国からポーンと2000万祝い金もらえるとか、学校もただ、病院もただ、海外留学もただ、とにかくただが多いんですよ。まあ、そんなすごい国ですからね。で日本人とか外国人はね、あのなんでビジネス向こう行くかあって、税金もそうやし、フリーゾーンっていうのがあるんですよ。そこのフリーゾーンで会社作ってビジネスやると。 で、そのフリーゾーンから外に出たら外国企業は仕事できません。だからあのトヨタでさえそのフリーゾーンの中に会社を作って、車を売るのはフリーゾーンの外の都外のね、会社だけが売れるとかね、やっぱりそういうのはありますわ、まあ。とにかくね、あの、ガーシーね、あのー、そういうことですわ。ちょっと、あの、家宅捜索の件でぜひ上げときたいなと思ったからね、こんなベッドルームから失礼 <laughs> ねえあのしましたね。短くサクッとノン編集でこれから上げていきますわ。 ちょっとまだ眠いからね、もう一回寝ようかなーって思うね。ね、えー、いつもマスクして寝てんのって当たり前やんか。これは僕の素顔やんか。ね以上、JJ チャンネルです。